お疲れ様です。舞姫大学の地震速報でございます。先ほどですね、私のいる広島県でも震度3から4の揺れを経験しました。まあもう横になってるところだったんで、震度3から4というとね、明確に揺れが意識できました。まあ揺れによってですね、これが強くなるのか、すぐ収まるのか、私はもう今わかるんで、特に恐怖はなかったんですよね。 で、うちの4歳の子供は地面が揺れたので、なんかこう遊園地のアトラクションのように喜んでましたね。まあ、キャッキャッキャッキャって言ってね、いや、揺れた揺れたみたいな感じでね、やってましたね。で、今、被害状況というか、地震の状況を見ると、愛媛高知で震度6弱の地震ということで、かなり大きかったみたいですね。で、伊方原発での異常は確認されなかったということなんで、 だいたいた、ね、震度6とか震度7に耐えうるように原発っていうのは作られてるんですよじゃあ東日本大震災での福島はなぜねああいう事件になったかっていうことですけども横の波つまりね地震よりも強力な津波によってですね被害が出たっていうふうに考えることができますねまあ地震対策はできていても津波対策っていうのはね不十分だったりしたのが ああいったた原発発事故を誘しでと私は思いますねで私たちにできることっていうのは地震の際にね避難袋非常袋これをあそこに取りに行こうって思い出せるようにちゃんと準備ができているかってこととあとはね大きな地震が起きて避難しなければならなくなった時にどこに避難するのかそれを家族や周りの人と打ち合わせているのかさらには 自宅にいた方が安全っていう、まあ、耐震、えー、基準のね高い家もあると思いますんでそのあたり確認できているかどうかなってことですよね、まあ、鉄筋の家ってのは割と頑丈ですんでそれこそね、えー、公民館や集会所に行くよりも安全かもしれませんねさらには食料や水の備蓄が十分かってことです常々申し上げてますけどもこれもうね10年以上になりますけども自分のお給料の 所得の、ね、毎月の収入の100分の1を災害対策に食料の備蓄ですとか水の備蓄に充てることでもう私は十分な準備がでできると思うんですよもちろん1か月や2か月では不十分ですけどもでも始めることによってねそういった災害に見舞われた時に2年分3年分5年分10年分の準備が整っていれば十分対処できるんではなかろうかと思うんですね。 ま、100分の1っていうと、30万円の給料をもらってる人でも、たった3000円ですよ。3000円ペットボトルの水をどっかに置いておくとかね。うん。乾パンなどの保存食をどっかに置いておくとかね。いざという時の小さな発電機をそばに携えておくとかね。それを、毎月毎月、自分の所得の100分の1、繰り返すことによって、 十分な準備になるんではないかろうかと思いますけどもねはいまあでも地震に見舞われた時にはああ準備しておけばよかったって思うんですよでも私たちは地震や災害を何度目にして何度経験しても準備しませんねうんまあだから被害が大きくなるのかなと思いますけども 無理な準備は当然できませんけども、ね、うんそれこそペットボトルの水2リットルの6本入りこれを2ケース3ケースぐらいはできるんじゃないかなと思いますさああなたの防災意識はどこのレベルでしょうかいってらっしゃい